今井純です。広井王子です。住友美瀬奈です。須田ゆりかです。それでは昨日の続きをどうぞ。そうなんです。買うしかないですねあれだったら煉獄さんも許してくれるか確かにそれならはい、じゃあ続いてのね、お便りいきたいと思います、はい。バイト面接落ちまくりさんよりいただきました、ありがとうございます。今泉さん、広井さん、ゲストさん、聞きたいです。バイトの面接2連続で落ちてしまいました。面接になると緊張しまくりで声が小さくなってしまうのですが、どうしたらいいですか？声優さんのオーディションもバイトの面接みたいなもんですよね。秘訣などありましたら教えてください。私も教えてほしいです。確かに私もなんなら私もめちゃくちゃやっぱ緊張するから。これね、答えが分かったんですよ。もうあるんですか、はい、答えが。結局ね、はい、その仕事にしても、うん、そのオーディションにしても、例えば俺が吉本のね、あの高ため芸人、はい、めっちゃ楽しいじゃん。芸人と飲んでるとずっとボケてて、ね、ずっと突っ込んでるから、はい、めっちゃ面白いけど、仕事もしてないのに毎日飲んでたらつまんない。あ、やっぱり一緒に仕事して酒を飲むっていうのが一番楽しいわけ、うんうん、だから一緒に仕事して打ち上げが楽しいやつ、うん、一緒に酒飲んで一緒に食事して楽しいやつだと思われないと仕事できない。なるほど。だから面接とかもそう、オーディションとかそうだと思う。俺こいつ面白そうだなって、うん、こいつ飲もうってなんないじゃん。そうですね、仕事の後に一緒に飲もうって言って楽しそうじゃないんだよきっと。なだってね、面接でそんなに言われて飲みながらずっとおどおどされてたのに、いや飲めないよこっちも確かに一緒に仕事したいって思える、思えるのは、俺は本質は一緒に仕事した後の酒が楽しいやつ、あ打ち上げが楽しいやつ。なるほど。時代的にそういうの少なくなっていって言ってる風潮ありますけどね。だけどもう間違いなく情報と仲間は酒場に集まる。今泉分かっちゃいました情報と仲間はね、大体酒場に集まりますから。確かに酒場大事ですよ。でもこれ、生産オーディションをバイトの面接とは一緒にしてもらいたくない。まるで違う、ステージが違うから。生産オーディションって少なくともこれを本業にしようって夢見て、それでこう全力をかけて挑んでるのオーディションなの でこっちの選ぶがもう命がけで選んでるんだよね俺たちは。でそういうものとバイトって明日辞めてもいいわけじゃない。じゃあ舞台が1ヶ月公演で主演がバイトですってありえないから、明日来ませんとかそんなことはありえないんだから、それは違う。